1 8 1この日に開催される東京メプロパリタンロックフェスティバル2024以下メトロック2024人気アーティストが多数出演し2日ともチケットが完売しているこの話題フェスをアベマが今年も独占無料制中継する東京公演に先駆けて11.12日には大阪公演が行われ 計50組のアーティストが熱いステージを繰り広げ、集まったオーディエンスは極上の音楽を1日中楽しんだ。オリコンニュースでは、大阪のステージに出演したアーティストたちにインタビューを観光。メトロック2024のステージの感想やオーディエンスの反響、2024年後半の活動についてなど語ってもらった。 今回は5月15日に約2年ぶりとなるシングル、シングル1を発売した、アレクサンドロス。メトロック2024大阪公演1日目の鳥となるステージを終えて、ステージで印象深かった曲や瞬間があれば教えてください。川上洋平、ボーカル、GT。終わってから気づいたんですが、ズボンのチャックが開いてました、笑い。 しかもこれ初めておろしたパンツで、お客さんに見てと思っていたんだけどな、笑い。終わって花火を見終わった後に気づいたんですよね。ステージは全部よかったですよ。月が綺麗に光っている時にムーンソングを演奏できたりとか、映像を使う楽曲も生えたし、みんなが自由に楽しんでくれているなと思いましたね。 磯部広行、BA、超。気持ちよかったですね。時間帯がすごくよかったし、マジックアワーというか、照明も演奏している間に生えてくるのは野外フェスなら出派ですし、この時間の枠をいただけたならではの自然の演出みたいなものを感じられたので、気持ちよかったですね。川上、風もすごく気持ちよかったしね。 今回のセットリストに関して作る上での経緯や意図があれば教えてください。川上実はムーンソングとスターを昔連続でやったんですけど、それをファンの方々から印象的だったと言われることが多くて、それのオマージュをやろうかなと、その当時とは演奏の順番を逆にしたんですけど、あの時、 来てくださっていた人がいたら、あ、と思ってもらえたかもしれないですね。2017年の話なので、当時、俺の髪も緑だったし、やっと色落ちしました、笑い。ライブステージ以外での裏話などあれば教えてください。フェス飯を堪能した。他アーティストさんのステージを見に行った、など。川上裏話。 最初に言っちゃったよ。ズボンのチャックが開いていたことですよ。笑い、他のアーティストさんとも交流できてないんですよね。あ、ウルトエス君が事務所の後輩で、彼は挨拶しに来てくれました。他のアーティストは挨拶しに来てくれなかった。まあまあ僕ら先輩だと思うんですけど、寂しい。どう、爆笑。 磯辺、急べ我々の人望がないせいで笑い。今日会場に到着した際にウルトエスのステージ中だったんですよ。風の強さもあり、風に乗って彼の音楽が聞こえてきた時は、すごく印象的でしたね。先日は北京でのフェス出演もされたりと、大変お忙しい日々かと思いますが、皆さんのリフレッシュ方法を教えてください。 リアドイブ、ドクター、小学校終わりロんサウナです。今日も行きたいですね。川上、好きな曲と掲げてドライブすることですね。磯部、俺はドライブとは相反するんですけどアルコールで全てを洗い流す、笑い。その日の夜の一杯がリフレッシュ方法ですね。白井巻、GT、小学校終わりころん散歩ですかね。 先日北京へ行った際に普段行く機会もないのでショッピングモールとかに行ったんですけど国内でも海外でも一人でプラプラ歩くのが好きですね初めての場所や初めてのものって刺激的なので5月15日に発売となる約2年ぶりのシングルシングルワンはどのような楽曲でしょうか またリリース記念として6月より透明反復のライブハウスツアー、シングルワンツアーを開催されるとのことですが、どのようなツアーになりそうでしょうか川上4曲入りのシングルなんですけど、1曲1曲雰囲気が違うというか、1曲目、冷めちゃうはタイトルとは裏腹に激しめの曲になっていまして、ライブハウスが似合う曲なんじゃないかなと。 我々も緻密にアレンジを作っていったし、サビで今までやっていなかったことをやっていたりするので、そこに注目していただけたらなと思います。2曲目のアフタースクールは、初めてその場で会った人への曲だったりもするので、例えば今日のようなフェスで我々を初めて見た人でも、短い間の中でも背中を押せるような曲になったらなと。 ただ最後は手を離したりするんですけど、そこがアレクサンドロスっぽいかなと。3曲目のトゥデイは磯部くんが解説します。笑い。磯部冷めちゃうとも、アフタースクールとも毛並みが違う。バラエティに富んでるなぁというシングルになっているんですけど、疾走感があって、今日の野外フェスのようなシチュエーションにふさわしいかなと。 あと個人的にはシンセベースを初めて弾いているということで新しいチャレンジというかキャリアとしての新たな扉を開いた一曲にもなっているので思い入れがありますね。川上4曲目のガール A 顔文字スマイル D は昔リリースしたガール A の進化版で最近ライブで演奏している ガール A のアレンジが原曲と全然違うんですけど、そのガール A のライブ版を今一度再録というかちゃんとレコーディングしたものになっています。昔よりもさらにギアアップしているのかなと思うので、ぜひ聴いてライブに来てほしいと思います。イソベル直近、楽曲を配信ではリリースしていたんですけど、CD でリリースするのは2年ぶりということで、 この4曲をぜひ聴いていただけたらと思います。いよいよ今年もあと約半年となりますが、2024年後半はアレクサンドロスとしてどんな期間になりそうでしょうか川上我々のフェス、ディスフェス一十院洋譜24院相模原の開催も決まっていて、それに向けての準備もあるのですが、 その前にライブハウスでのショートツアーがあるので、そこでは久々の試みというか、メンバー4人だけでやるんですよ。最近はサポートさんとかに入っていただいていたんですけど、4人でぐっちゃぐちゃのライブハウスを経験してから主催フェスに挑もうかなと思います。そこで自分たちの力を再構築したいな、という気持ちはありますね。 ふんどしを締め直すというか、やっぱりライブハウスが好きでライブハウスの持つ荒々しい雰囲気だったりとか、お客さんと距離が近くて本当の意味で音楽を共有できているなと感じられて、嘘をつけない。そんな中で自分たちを見つめ直すというか、改めてここから始まっているよね、ライブってってところを味わわわないとな。 と思っていますし、楽しみにしています。お客さんと距離は近いですけど、お触り禁止で。笑い磯部いやもうありでしょ、それは笑い。川上、最前列の方は20万円からです、笑い。磯部高、章、メトロック2024。 東京公演の18日のウィンドミルフィールドステージの鳥にご出演されます。ステージの様子は、アベまで生中継されますが、ぜひ意気込みと、現地そして生中継を楽しみにされているファンの方々へメッセージをお願いいたします。川上行きたかったけど行けないっていう方は、生中継で見られるってことはすごくいいことだと思うので、ご自宅だったり、 仕事をサボったりして笑い、楽しんでもらえたらなと思います。その時だけは自由な気持ちで楽しんでほしいなと思いますし、我々のステージはいくらでも声を出していいよって言っているし、自由に楽しんでほしいなと思っているので、生中継であろうがその気持ちで見ていただけたらと思いますね。注目ポイントは衣装のチャックを直しておくので、 僕のチャックが開いていないかでお願いします。笑い。磯部心なしかカメラマンさんがズボンをアップで映しているかもしれない。笑い。一同、爆笑。<music>